はいどうもルッャーです、はいえー、と今日もね、えーと、もう28日ですね。もうほぼカウントダウンでさ、もう今日、明日、明後日までなんだけど、今月ね。もうね、12月が近いということで、くっそ寒いんだけど、ただ、あのー、昨日っていうか、まあ、昨日もそうなんだけど、今、今まさにそうなんだけど、まあ、寒いよ、普通に寒いよ。寒いけど、 あのここ数日のさガチでやべえ時の寒寒くてやべえっつってさラジオ撮ってる時に言ってた感じと比べると割とぬくいそしてなんか明日気温上がるしなんか雨降ってるしねあの気圧の関係でずっと頭痛いですねはいえと今日ね俺なんで今日ねちいかわにしてるんだけどまあ本来はこれアニメのねらあの来週予告みたいな来週のちいかわみたいなやつがさあのちいかわのアニメアカであのアップされるんだけどそれをね サムネで使おうかなと思ったんだけどそっちだと分かりにくいかなと思ってその漫画の方をねそのシーンと同じ場面の漫画のシーンをちょっとサムネで使わせてもらってるんだけどこのシーンねあのー、こういう改変って今までちいかわであったのかなってまああの栗まんじゅうの酒をジュースに変えてるみたいなシーンは結構あるんだけど言ったらその酒がちょっとコンプラというかまあ朝の番組でねちょっと NG っていうことでなんか。 あのストゼロとか飲んでたりとかするやつをなんかジュースとかに変えてるんだけど実際ね、うん、だけどあのそれ以外の改変ってあんまりないよねちいかわってその,そのなんかコンプラ的に絶対ダメなシーンというか,なんかそういうもの以外はなんか今後にもあるかもしれないけどそういうのはまあ,あると思うよ今後もねちいかは結構どぎついシーンある多いからあの朝は流せないっていうのは確かにあるんかもしれんけど。 ただねそういう改編じゃなくてその時期に合わせた改編みたいなのは今までなかったなと思ってこれねあのこのシーンってあのちいかわがギターをねなんかあの8割に借りて弾いててでなんか頭に桜の葉っ,ぱ葉っぱっていうか桜のね花が花びらが乗っかっててちいかわ1枚なんだけど8割大量に乗ってる多分俺この話ね、まあ、かなり前に一回したことあるんだけど。 あのチーカーはギターの練習してるとかっつってなんか俺もギターの練習したことあるんだよねみたいな話を多分ちょっと前にしたような気がするんだけどあのこのシーンがねあの今日の朝朝っていうかまあねもうちょっとしたら <laughs> えっと78時間後には『目覚ましテレビ』とかああ YouTube の方でアップされるんだけど。 それがねあのこのシーンがまあ言ったら今の時期でさ桜っておかしいじゃん言ってもう11月も終わりでさもう何だったらもみじすら怪しいような時期になってきてるからもう秋でもないからね普通に冬だからもう, <laughs> もうだって12月だから普通に冬だからだからその桜はどう考えてもおかしいやろっていうことで多分そのもみじに改変されてるんよね。の えーとちいかわのねアニメの X の赤の方を見てもらえると来週のやつが上がってるんで写真がねそれ見てもらうと分かるんだけどあのー、うんあの改変されてるんよね。であの実はこれ俺友達とも話してたんだけどあのシーンってあ,あのシーンっていうかもみじを使ったシーンというかもみじの中でなんかちいかわたちが戯れるシーンって他にもあるんよね。 なのにあえてこのシーンを使ってるから多分その本来さっきの言ったそのもみじのシーンも使われると思うんだけどそれと並行してこのシーンもどうしても使いたかったとただ使いたかったけどその桜じゃおかしいだろってことであ,のあえてそのもみじのシーンに改変してアニメで流そうっていうことになったのかなと思うよね。 珍しい改変だなと思ってあのアニメでそのオリジナル展開だったりちょっとアニメ用に改編されるっていうことってあるしそのさっきも言ったけどコンプラ的なものとか流せないものとかをちょっと改編するってまあ,あの特にチーカーはね朝の番組だから多いと思うんだけどあのこういうなんか時期に合わせた改編みたいなのもあるんだなと思ってまあなんかまあ目覚ましテレビ特有なのかなこれもねまあ言ったらその普通のさあのー。 なんだろうまあ朝のアニメだったとしてもこういうニュース番組の中であるアニメとかじゃなかったら普通にねあのなんか消灯アニメみたいな感じでなんか番組と番組の間に挟むみたいな感じでさ普通にあるやつだったら多分ねあの普通にその桜のまま流してたのかもしれないけど別に時期とか関係ないじゃん別にこの中では春なんだよとしか言えなくなるので。 ただまあ一応ね今の,そのニュース番組ってことも含めてその一応その時期に合わせてあるんかなと思うあの草むしり検定とかでもそうじゃんそのテストだったりとかに合わせたりとかしてるっぽいしだからまあそのあまりにもその何その特にチーかワが例えば草むしり検定で言うとチーかワが落ちちゃうじゃん2回ともねで落ちちゃうからどっちにしてもでも8割が受かるにしても8割のがいないとしても要は1回目でも2回目でもどっちにしてもチーかワが落ちるんよね。 だから落ちるってあまりその例えば試験とかの時期その結果発表を待ってる受験生が多い時期とかにあ,のあんまりよろしくないじゃんだから多分そこはずらしたりとかしてるんかなと思うんだけどその基本的にはその時期に合わせてシーズンシーズンでやってるっぽいんよねだから多分その今回もそういう改編をされてんだと思うけど今までもあったんかな、まあ、結構アニメって長くやってもう100話以上やってるから。 でしかも俺もその序盤の方ってちゃんと見れてない部分もあったりするからもしかしたら今までもそういう改変がちらほらあったのかもしれないけどごめん俺もちょっと分かんなくてはいまあとにかく俺割とこのねちいかわがギター弾いてるシーン割と好きなんであのー、楽しみですね、まあ、あの今週というかもう今日なんだけど <laughs> 今日の数時間後なんだけどあの楽しみですねはいまあそんな感じでロゼティアでしたバーイ